時がありました。一撃で国をも消滅させる旧評議員の超魔法フェアリーハートは、そのエーテリオンを無限に放つ魔力を持っているのです。いいえ、魔力を持っているという表現自体は大を成してません。無限なのですから。そんな魔法が公表されたら、確かに魔法界は根底から覆る。かつてユアンもこれを欲した。どこで漏れたのか、アルバレスにも情報が渡った。アルバレスはフェアリーハートを奪うために攻めてくるっつうわけか。でも何のためだ。力なら十分持ってるはずなのに。おそらくはアクノロギアを倒すためと推測されます。あれはゼレフにとっても邪悪な存在。逆に言えば、そうでもしなきゃ倒せねえってのか、アクノロギアは。そんな。あのさ、単純な質問なんだけど、そんなに強い魔法ならアルバレスもアクノロギアもバーンってやっつけられないの？バーンって。確かに一理ある。わしも大量のフェイスを前に一度はそれを考えた。しかし一時的な勝利はできても、その後のことはどうなってしまうのか。もし無限に降り注ぐエーテリオンが制御不能だったら。ごめんなさい。毒を持って毒を制すわけにはいかんからな。毒って初代の体よ。一応フェアリーハートはいかなる理由があろうと世に放ってはなりません。おお、そんなの当たり前だ。そもそも初代の体だ。他の奴らに渡せるかってんだ。私の罪から生まれた魔法が、まさか皆さんを巻き込んでこんな事態になってしまうなんて。罪だ？人を好きになるってのが何の罪になるってんだよ。そんな罪じゃ逮捕はできねえな。なんだよてめえら。初代、どうか自分を責めないでください。不幸な出来事が重なってしまっただけ。あなたがいなければフェアリーテールはなかったんです。ってことは俺たちが出会うこともなかった。だよね。初代はここにいるみんなをつなげてくれた人なんだ。私たちは初代の作ったギルドを守りたい。だから戦うんです。良いギルドになりましたな、初代。しくしく。リノ！メイリー様は、かつて愛した人と戦わなくてはならないんですね。それは遠い過去の話。今のゼレフは、人類に対する脅威です。必ず倒さねばなりません。でもよ、アルバレスの部屋は何とかなるにしても、ゼレフってやつは不老不死なんだよな。って、不死身ってことか。不死身ってことは死なねえってことか。どうやって倒せばいいんだ。そこは任せてくれよ。ゼレフは俺が倒す。そのための秘策がこの右腕なんだ。Inside these walls I swore to never let them win. Now I accept that it was never mine.